どうももお疲れ様ですさん今日も動画を送っていただきまあ起業するに限らずいろんなことをね挑戦しようと思うとどうしてもね失敗することが目の前にちらついてなかなか最初の一歩って踏み出せないのかもしれませんよねでも逆にですねじゃあ失敗したらどこまで悪いことが起きるのかちょっとね想像してみようかと思うんですよまあビジネスをスタートする失敗する じゃあビジネスをして失敗って何があるかなってまずは一つは大きな借金を抱えてしまうことねこれは何で大きな借金を抱えるかっていうと最初に大きなお金が必要なことをするからですよね例えば飲食店をオープンするとか会社をどっかオフィスを借りてやるとかねこういうことしたらやっぱりうまくいかなかった時大借金を抱えるかもしれませんし大切な貯金を失うかもしれませんよねそれは怖いと思いますまあ、でもことをネットビジネスに関して言うと経費がかかるところがないんですよね でですんで失敗したところで金銭的に失うものはないのかなというところがあります、まあ、ですんで失敗といってもね借金は抱えないよと抱えたいにしても数万円とか十数万とかそんな感じじゃないですかねじゃあねビジネスをしようとする人が最初にそのわずかな出費を惜しんでじゃあどんな成功があるのかなと思ったらなかなか難しいと思いますんでまずは小さく始めれる事業をスタートしたらいいんじゃないかなと思います 私のお勧めするのはポイントサイトですね。ポイントサイトで毎月3万円稼ぐ事業っていうのね、まず1年間通じてやってみたらどうかなと思います。年賞30万くらいですから、そうなると法人を立ててもその法人の経費は払えるということになりますので、なかなかいいんじゃないかなと思いますけどね。で、二つ目はですね、まあ起業して色々やったんだけども、売上上がらなかったと。じゃあ半年間やってみたけども、全然売上上がらなかった。棒に振ったらどうしてくれるんだって形ですけども、 そうですね、お金を失わなくてもそこにかけた時間とかっていうのがもったいないじゃないかなって話がありますけどもいやでもね実際に何か事業をするビジネスを始めた時の経験って売り上げにならなくてもものすごくね自分の資産になるわけですよ。うんまあ、一つ大きなことで言えばううまくくいいかなくなったったていう経験が使えるんですよねどう使うかっていうとうまくいかなかったんだけどもなんででしょうかというふうな問いかけをすることができるんですよ。そうすると その資産を使ってうまくいかなかったという資産を使ってどうやったらうまくいくかというねそういったアウトプットが引き出せるんですよねつまりは改善点を見つけてもらえるコンサルをお願いすることができるということなんですよ何もやらない人に対してさすがに優秀なコンサルさんでもね何も言うことがないんですよとりあえずやってから来なさいよって言われちゃいますよねでもやってダメだった場合はそのダメだったそういった実績や資料をもとにどうやったらうまくいくかというねそういったアドバイスが受けれるんですよ まあ、つまりうまくいかなかったという資産を使ってうまくいくという売り上げを作るプラスに転換することができるんですよね、まあ、そうなると失敗しても結局は成功するっていう道が開けるわけなんですよ、まあ、だから大いにねやってもらいたいなと3か月半年1年やってこれだけやったんだけどダメでしたどこがダメだったんでしょうかっていうふうな指摘を受けれるようなレベルにランクアップしていただきたいかなと思いますえそして3つ目はですね、まあ、売り上げもそこそこ上がったと でまあ半年なり1年継続してやったところまあまあの結果は得たけども、まあ、いまいち自分の考えてる成功とは違うんだよねつまり年賞で1億とか10億とか稼ぎたかったんだけどもまあ年賞がね300万とか500万に終わっちゃった、ね、これは失敗だっていうかもしれませんダメージは確かにないですしそれなりの利益は取ったんだけども自分の成功とはあかけ離れているよって方うんそれはね2年目3年目は続けてくださいっていう形です 最初かかからら自分の目標値にいいきななりはいかないですからねじゃあそれを何年で生かせるかっていうのが中期計画であったり長期計画なんじゃないかなと思うんですよ。えー、ということでね失敗を恐れる方じゃあ具体的に失敗って何なのって考えてきたら失敗って本当にねないんじゃないかなと思うんですよ。先ほど申し上げたように失敗ですら成功の原始にできるわけですよね。まあ、ですのでぜひね失敗という経費を積み上げて。 成功とといいいいう売り上げを取りに行ってもらいたいなと思います。最初からうまくいきませんけどもねただしそれはうまくいった人の全てが言えることですですんでうまくいった人っていうのはうまくいかなかった時期をどのように乗り越えてきたかというそういうふうなねアドバイスができるんじゃないかなと思います是非挑戦していただきたいかなというところでございますそれではお疲れ様です